リーアオートマターバージョン1.1へ「ポッドの「ポッドキャストチャプター2 0デバンクとポッドゼ d 0 4により報告リリーからの資材調達依頼を受けた A2 とともに機械生命体の村を訪問中当エリアに向かい進行する多数の敵性機械生命体反応を確認敵軍隊に 4ユニットは存在せず進行の理由は現時点において不明である装備強化のため戦線を一時離脱したパスカルが復帰するまでの間 A2 および村の機械生命体とともに防衛作戦を開始する とまたバージョン1.1、ポッドのポッドキャストです。お相手はポッド02役の私、安本博己です。番組のハッシュタグはポッドのポッドキャスト。最初のポッドがカタカナで、ポッドキャストの方は英語でございます、えー。アニメのハッシュタグは人類に栄光あれです。毎週月曜更新のレギュラー配信となります第2シーズンの感想を皆さんのメールと共に紹介していきますと。まあまあ、この辺りからね、分かっていたとは思いますが、きっちい感じになってきましたね。まあ、もともときっちいものを散りばめられてはいましたが、 そのきつさがまたねぐさりぐさりとくる感じになっておりますまあ、あのねちょっとラグいと言いますか放送配信してから時間経ってからこのラジオを皆さんお聞きになると思うのでその感情がいろいろ高ぶってたりとかなんだったらその次の輪を見てからこれ聞いてるかもしれませんがまあ、いろんな仕掛けが今回もありましたのでそこら辺のお話などもしていけたらいいなと思いますメ、はい、ールボタンリさん安松さんポッド君スタッフの皆さんこんにちは お盆に帰省した際父に勧められてほうゲーム「にいいオーアウトマタ」をプレイしたのですが見事ドハマりして父親先にトロコン <laughs> 素晴らしいですね各種データ100%を果たしました魚釣りが大変でしたそうなんだよなアニメも追いかけ始めて今回初めてリアタイできたのですが安本さんのポッドキャストを聞いてレプリカントの方もやらなきゃじゃんと思いレプリカントのゲームプレイとアニメの見直しを始めていますあ,ありがたいですね えー、ゲームの発売から遅れてはまったので孤独な遺跡の発掘を覚悟していたのですが熱いクロードファンの考察や解説にたくさん触れることができアニメとこちらのポートキャストに大変感謝していますこれからも応援していますまあまあ,あのネットとか見ると自分のその攻略だったりとかそのプレイ動画も上げてる人も当然いらっしゃいますしね あとは考察をいっぱいやってる人、まあ合ってるのもと合ってないのもあるんだけど、一緒になんかやってくださってるのもあって、でもね、それもいいのよ。その、会ってようが、会ってなかろうが、一生懸命自分で考えて、自分の中ではこういうストーリーです、こういう仕上がりですっていう風にね、言うのもね、すごく楽しいので、だからいっぱいゲームして、こちらのアニメを見て、そういったこう,こうなんじゃないかなみたいなことを、ね、語ってくださってる方たちの、なんかブログ的なやつとか、YouTube 的なやつとか見るのも、僕はいいと思いますよ。結構面白いのもありますしね。 ありがとうございいます楽しんでください次 C4 型621毎回楽しみに配置をさせていただいております。初めてメールします。ありがとう。ニーヤをアニメで初めて触れたのですが、数年前に PS4 でヨルハエディションが出た当時にソフトは購入していました。あ,あそうなんだが、ちょうど子供が生まれたりと子育てに忙しくなり妻を横目にゲームをするなんてできない男でしたのでいやいや、素敵ですよよ、うん、素晴らししいですよ我慢していいんですそういうい時は ソフトを開封せずに数年が過ぎましたそして1年ほど前から子育てにも余裕ができ自分の時間も取れるようになったのでゲームやアニメのおたかつを再開いいですね、えー、そこでまた出会ったのがアニメ版ニーヤでした今度のポッドキャストを見つけ聞いているうちにニーヤを知らない人はアニメを全部見てからゲームをやった方が幸せかもしれないという安本さんのお言葉をお聞きしたのでアニメは前は配信で全裸待機していますまあ、ね、お子さんもいらっしゃるから服は着てください 第2クールに入り感情などないはずのポッドが何か感情があるような感じにさせてくれるポッドの喋り方や間みたいなものをひしひしと感じてアニメに没頭しておりますこれからも楽しみにしておりますうんとねこの会話の間っていうのは割とポッドさんってこうストロングポイントでもあるんですけど口パクがないんですよまあ近々光ったりはしますけども口パクがないんで自分であのいわゆるボールドっていうその何このタイミングで喋ってくださいみたいな目安はあるんですけど 結構そこは僕は無視して秋山ちゃんも結構無視してる時もあるけど割と無視して自分の真逆といいますか自分の中にあるポッドの真逆で喋らさせていただいておりますでまあダビングだったりその編集の時に皆さんが微調整してくださったりとかこの野郎このタイミングで喋りやがってつったのピカピカ光るタイミング変えてくださったりとか皆さんがすごくよく作ってくれてるんで僕は自分の中にあるポッド0420をとても なんでしょうねこう変な言い方になるんだけど自分が一回演じて、えー、それで自分がプレイしてで自分の中にすごいすり込まれた「ポッド z ル r o n i があるんですよそれをアニメで完璧にやるっていうのがなかなか難しいんですね実はあのそれはだって自分の中の魔尺で全てが作られていたものが別の方が作って動画になるわけだからでもね限りなく自分の中にあるものに近くやらせていただいてるので。 僕は嬉しいし、そのね感情などないはずのポッドがね、うんまあ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 、まあ、どうなんでしょうね。最後まで見ましょう。最後まで見たらいろんなことをまた皆さんも思うと思います。じゃあちょっとこっから先はあれですかね。利用友だバージョン1.1チャプター20デバンクトについてお話ししていきますか。今回はちょっとね覚悟が若干いるはですね。うんいつか来るとは分かっていたかという回でした。 特にこれゲームをやってる人はうんよりその感情にもなったしゲームやってない人は驚いたでしょうねまあ冒頭は機械生命体の村、えーね、前回あのパスカルさんが装備をなんか整えに行くぜっつってどっか行っちゃったんでええとえさんと機械生命体のみんなで村を守ろうじゃないかという状態です、えー、防戦ラインが引きずかれており柵には特徴ある村人たちが槍を構え待機している。 えー、大型の腕に乗って敵に向かってくる方向を見ている A2 この中にパスカラはいない A2 が来るぞというと適正機械生命体群が走って柵に向かってくる小ネタというかここの村の在り方なんですけど A2 の発言ですね「透石体」「て」と。 まあ石を持った中型や小型飛行型村民部隊が次々に投石敵に次々と命中し爆発と土煙を覆われる敵エリアこちらの村民たちは重火器を持っておりません全て放棄してきたんですね戦うということを放棄してきた人たちなんて重火器がないんですねでやっただかと兵士夫がやっただかといったところでまだまだ全然そんなことはなくてやりたい前各自応戦だ大きいのはこちらが受け持つぶちかませと永遠さんが言うと。 でそれに対してポート0423が了解とでガチャガチャ変形してビームをバイーンと打つとでまあ割とあっさり大型が爆発してくれてとで村人 A ですねこのあっち行けって,って一生懸命作越しに槍を突き刺したりとでここで引きこもりの母ラボがうちの子は私が守るともうここら辺はもうあの機械生命体なのに言っている発言とかやっている行動がおやおや機械生命体なのかなっていうのがより強くなってきますね。 A2 さんは一生懸命戦っておりますが一体一体は大した強さじゃないともう敵が意外に弱えんじゃねえという感じに A2 さんは感じますとでポッドさんが「え報告敵軍隊に指揮ユニットは存在せず各個体が単純な攻撃パターンを繰り返しているだけの模様数は多いがいわれるとでその時にですねこれ私のトラウマですねあの自爆型自爆型の機械生命体、俺これは一番怖いんだよな俺も確実に死ぬために走ってくるっていうのが本当に怖くてよくよく考えると 爆爆型が現れ次々ととに飛び込んでき大爆発となる機械生命体と戦闘している A2、えー、バリケード側の爆発を見たらポッドさんが報告バリケードが突破されたと推測とそれでち待ってるよ今助けにって言葉を A2 さんが言いますが A2 さんはその自分の言葉には矛盾を感じます「機械生命体を助けると」でこの時 A2 さんは葛藤が生まれますが、えー、問題はこの後だと思い直し駆け出しますと。 でまあ、もうこの中でもちょっとキャッチになんに一見なんか面白がしく見えてしまうようにも見えるんですけどここは結構まあ大事といいますかまあ先ほども言いました「機械生命体なのに」のシーンですね。母ロボがあ,あなたと父親ロボが母さんをすがってなさい母ロボは「ああ」と槍を持って迫る父親ロボ中型にあっさり殴られて吹っ飛ぶとで母ロボに迫る時「母ロボあんた」と言ってピンチの時にエイトゥさんが駆けつけると。 でまあ、ここで何があってばこの母ロボット父親ロボがもうこの機械生命体のビジュアルからするとちょっと面白くも見れちゃうんですけどもただやってることが機械生命体というかこれもう人間のそれなんですよ。ここら辺からちょっといろいろあれあれおやおやっていうのが強くなってきますね。でそんな中パスカルさんが助けに来てくれましてパスカルさんがもうガトリン区缶をぶっぱして手にはロケットランチャーを持ち。 私の名前はパスカルこの村のの村です私の目が光っているうちはここを通しませんと。でオープニングに行くんですがここのところはしっかりとあのトガキに書いてあります。パスカル史上一番かっこよく登場と、まあ、確かにかっこよかったですねただなんだろうなシリアスなシーンで大変なシーンなのにちょっとおもろくなっちゃいますねやっぱね <laughs> でもそれでもいいんだと思いますそこら辺のねアンバランスさがこのパスカルの魅力でもあるんでね。 パスカル以上一番かっこよく登場しておりますそしてオープニングが終わるとロケランを構えたパスカルここを通りたくブワーッとこれ台本もなってましたここを通りたくブワーッとでロケランを前段ぶっぱしてとんでもない顔を変えるようでこんなに爆発するかねぐらい爆発するんですけどでここでこだわりですね打ち切ったロケランをちゃんと廃棄してガランガランってなるカットをわざわざ入れてますなくてもいいのに入れてますこれはこだわりですかっこよくていいですね でここをを通りたくブワーこの私を倒してからにしてくくださいとでカトリングを乱射的ににちまくるここにはあのしっかりここ,こもあの分かる人だけは分かってほしいんですけど「乱暴打ち」と書いてあります暴力的な意味の乱暴じゃなくて乱暴の方ですからね怒りのアフガンとかのおなじみの方のあの乱暴の方ですね乱暴打ちと「もう平和と一体何なんでしょうねと」ともうパスカルだけでいいんじゃないかなって書いてあります <laughs> この時のパスカルの叫び声に「あらららららら」はこれ台本だったかなどっちだったかなこれ台本だったな確か村のためなら指紋それないパスカルさんもそれで表現しているとでパスカルさんがそれでひとしきり倒し終わった後もう背中から現れるんですけどその背中が異常にかっこいいと「某ストリート何々ね」シリーズの「ゴーキー」みたいな感じです <laughs> 何も覚醒でないまあキラーと目が光るとで はっきりとられる A2 母親の部は私たち勝ったのかしらとあ俺たちの勝ちだともうここら辺で盛り上がるんですねすげえ盛り上がってパスカルコールとかも起きててあなんか村がさらにまた一つになったねみたいな感じがしますでポッド042が報告敵ユニットの反応は消失防衛成功と判断で A2 はあいつは守れたのか不と言いますこのあいつは守れたのかっていうのは、まあ、A2 さん2号が今まであったことを皆さん思い出してください 自分が成し得なかったことをできたパスカルを複雑な気持ちで見ているとかなわないなぁと思いながらということですねでポッドちゃんちょっとここで何か、うん、アピってきます、えー、当機は射撃機能のない旧型のアタッカーモデルを遠距離攻撃で援護推奨感謝の提示と「エ、えーテルさんはお前ってさとことん人の気分を台無しにしてくるな」「疑問気分が示す具体的な感情の定義について」と「エ、えーテルさんはクソデカため息をついても走るかと」と なりますが、えー、ただそうだな悪い気分じゃないとこちらはエイトさんは初めて味わう感情なんじゃないかというわけでございますねでまあ「機械生命体の村にまあ戻ったらみんながおかりなさい」と「エイトゥさんはみんなを守ってよかったな」と「思いすとお姉ちゃんお姉ちゃん」お姉ちゃんと「お姉ちゃん守ってくれてありがとう」と子供たちが群がってくる中でちゃんとあの前回ずっと騒いでたうんちくんもいますうんちくんは相変わらず「アンチと言います って思わず笑ってしもうこここら辺は絆が生ままれてますね、うん、この絆というものは A2 さんはも,もともと、ね、2号だった時にもともと有力ハ舞台があってレジスタンスのみんなと共に過ごして絆を作りその絆を全て失ってしまったんですがまたここで一つの絆が生まれると。で悪くない気分だってなってんのにポッド042が警告新たな適性反応多数接近と。 でまたここで私のあれです、ね、トラウマボーイズ <laughs> 自爆型を輸送した小型飛行型がボンボコボンボコ自爆型を切り離して爆撃ですよねこれはもう恐ろしい村への空爆えイ、ー、と早く避難を皆さん急いで村の外へとパスカルが言いますがもう間に合わずボ,ボン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 村は大変なことになりますとでえト、ー、とうも吹き飛ばされて気を失いますが、えー、ポッドがシールドを張ってなんとか守るとそのもう意識を失いつつあるえイ、ー、とさんの中に村人の悲鳴とかが聞こえてくると で、まあ、フラッシュで、まあ、イメージ映像ですねイメージ映像みたいなので妹ロボ姉ロボが「早くここは私が」と妹ロボをかばうんですが姉ロボの頭部を敵ロボがもぎ取りますとで串刺しにされる妹ロボその後も大変なことになりましたね王国兵夫がまた守れねえべかと無力感の中首を切り落とされてしまうとここら辺も、まあ、イラストにする効果っていうのはまあ何枚、まあまあ、描いてしまうと きつすぎるもあるし少しこの何、ね、ですかポップに見せることによって現実との乖離を見せるようでその後やっぱりこれは現実なんだとなんかあれですねエイトゥさんにさらに突きつける感じがして僕はここがイラストになっていることによって怖さを増している気がしましたエイトゥは自分の無力感を感じクソ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 とうなだれるんですが、まあ、パスカルさんがそんな中生きていたとパスカル生きていたのかとでパスカルだけじゃなかったんですね生きていたのは子供たちもいたと子供たちが 箱の中にいたと。で、生き残ってる子供たちがいるからしっかりしろと。で、パスカルはもうなんとか子供たちを連れてどっかに行かなきゃならんと。で、パスカルはここはもうだめだ、子供たちを連れて逃げろ、逃げると言ってもどこへレジスタンスキャンプだ、先に行け。わかりました、必ず戻ります、それまでご無事でと。で、子供たちを連れて、パスカルさんは飛び立っていきます。で、こいつら私が引き受けれえー、というか覚悟を決めたところで、シーンが変わります。 どちららに行くかといったらですサブユニットのあるポイントに接近残り2機のうちの1つとついて砂漠をポコ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 ナイエスくん頑張って歩きますただ第一声が殺してやるですまあもう殺意には満ち溢れていますねもうすてのものを破壊するというもうなんかもうナイフみたいに尖った状態でございますねで大きなサブユニットが見えてきてそちらの方は天使文字で「魂の箱」と書いてあります魂って何だろうなとナイエスが。 疑問に思う魂と一言言いつつ中に突き進んでいくとでナイやス君のシーンはそこで一旦終わりまして、えー、また機械生命体の村に行きます戦闘で息が荒いええと報告敵ユニットの反応を消失何、まあ、とか敵は全滅をさせたんですが周りを見てみるともう家やパスカルの家だとかもう全部の家や燃え尽きてますし、えー、エミールの木ももうボコボコになってますとんだってがれきが落ちてきて見えなくなっちゃう 全ての敵を倒してもそれらはもう戻ってこないものがなしエトゥを表現しているとそんな中ポンドさんがまたもうずっと柔軟ですねエトゥは本当かわいそう報告遠方12時方向より超大型機械生命体の接近を確認距離は現ポイントよりおよそ7キロ地点、えー、対象が直進を続けた場合レジスタンスキャンプに4027秒後に到達もう,もうせっかく逃がしたのにレジスタンスキャンプが危ねえよと もうクタクタなのに A2 さんはすぐさま走り出すと。でエイさんはもうボロボロなんですがもう絆が生まれた人たちを守ろうという思いだけで走っています。そんな走ってる最中にポッドさんは「えー、夜吐きたいイトはここまでの戦闘によって損傷と損耗が蓄積現状では超大型機械生命体の破壊は困難」と。でお得意の計算かそういう時何ていうか知ってるかクソくらいだ覚えとけ。 それに対して、ポッドは妖怪クソくらいを記録と、今後では今、絆の話をしましたが、エートとポッドの中にもバディ感がしっかり出てきていて、エートとポッドゼロ。二の絆がより深まっているというふうに、皆さん思っておいてください。エーーさん、かっこいいです。えー、湖のところにバーンと立って、ここでやつを打つ刀を手に、いうふう。堂々としたところで、まあ、パートの終了で、まあ、前回ね、ちょっと謝罪がありますが、今回は大丈夫です。 今回は「機械生命体の生み出した言葉がまるで予言のように機能するのはなぜだろう」っていうのが A パートの終わりに書いてある16進数で書いてあるやつですねで B パート頭に書いてあるのが最悪の結論も予測しなくてはいけない、まあ、ここはつながってますねそしてもうこれを言ってる対象っていうのは曖昧でしたけどもう僕の中ではもうみんなも分かる人は分かるというか感じてると思いますが。 ドラゴンドラグーンっていうゲームのシリーズをやってたりとかあと舞台の、まあ、男性がやってるやつとかだとアコールっていうのが出てくるんですけど、まあ、それは男でも女でも何でもないんですもうただの,その知的な存在と思ってください。ってのがいて、まあ、それがもう時空とかもういろんな世界線とかを飛び回れる存在で、まあ、1人じゃなくていっぱいいるみたいなやつなんですねそれがいろいろな世界線を見張ってるみたいな人がいるんですがまあおそらくそれがいってんじゃねえかなというふうに私は感じております。 駆け足だからちょっと説明が雑でごめんねでも行かなきゃはいで B パートになったら B パートはナイエスくんですナイエスくんがエレベーターが止まってずん,ずん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 歩いていくと「何、えー、ということでしょうあなたは大変たくさんの機械生命体を殺害しましたその功績を褒めたたえ努力賞を進呈いたしますと」と、まあ、ふざけて声で聞かれてくるんですがその時に目の前の大型機械生命体の縛られてる大型機械生命体がブンと光りブンと目が光り サブユニット内のデータサーバーへのログインポートの解放を検知ということはもうデータが見れるわけですねまあでもこれってのは危ないんじゃないのウイルスとか仕込まれてんじゃないのと1号さんポッド1号さんは心配をしますが萬恵さんは食い気味に構うもんかハッキングと。でハッキングをしたら中にもいろんな情報の塊のような部屋に萬恵さんは行きます。人類群の記録資料 あのそして真ん中のでかい構造物が何かあれは射出装置で、えー、発射台まさか月面の陣のように狙った砲台なのってそこら辺とかにも気づきがありますで他にもいろんな情報がどん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 見つかりましてアンドロイドの調査記録僕たちのことも調べていたのかでそこでページが変わって見覚えがある絵がポンと出てきますブラックボックスですブラックボックスの情報もそこに書いてありますこれはヨルハのなんだこれはでナイエス君が思ったところで またエーテルさ,さんはここで、あのー、リミッターを解除いたしますね。これは旧型にしか搭載されてないモードでございます。簡単に言うと、あのー、短期的にも、あのー、攻撃力を上げるみたいなもんです、えー。バーサーカーモードを発動しますと。まあ、バーサーカーモードってあんまよくねえよってゼロには言いますけどもそんなこと言ってらんないんです。やつを倒せればそれでいいと。ということでエ2テさんはバーサーカーモードをやりますがここの動きがかっこいいのよ。 ここはもうこの動きを表現するためだけにバーサーガーモードやったんじゃないかなぐらい思いますね。刀一本でどでかい攻撃を受け止めたりとか体が赤く発光したりとかまあ中2がたまらないやつですわ。うんで戦っていますが、まあ、ポッドさん的には危ねえよと。警告 B モードによる核融合ユニットの出力増大により機体にかかる負荷が基準値の180%に到達と。で、すで。ポッド0には推奨短時間の決着。 だからもうあのやめろじゃなくて短時間で決着をつけろとポッドさんが言うとそれは応援ってことなのかとエイテゥが言いますねその時にポッドは反応もなくエンゲルスの方を向くとまるで照れ隠しのように見えるとうんもう照れ隠しなのかそろそろ戦闘さえっていう動きなのかはまあまあまあ分かりませんねという感じですねただエイテゥは何かを感じますだから微笑んであ注文通りすぐに終わらせてやるとそしてまたシーンが変わりますね 今度は本を読んでるナインエス君です。で、さっき大事な話がありましたね。ブラックボックスって単語が出てきましたそ。そこの情報にはとんでもないことが書いてあります。ブラックボックスというやつは機械生命体のコアを流用したものであり、ヨルハ機体は機械生命体と同じ意識構造を持つというとんでもない情報が書いてありますね。僕たちが機械生命体と同じくそそんなことあるわけないだろう。自分の胸をギュッと掴むナインエス君と。 でハッキングから現実世界に帰ってきました。で開いた扉の向こうにユニットコアが見えると。まあ前回もねこのユニットコアをぶっ倒しましたから、まあ、今回も倒さなきゃならんのだろうと。でナイエス君は近づいて、えー、機械生命体どモメふざけた情報見せやがってとブチギレながらやぶっ壊そうとしたら逆ハッキング食らいます。でまた逆ハッキング食らってどうなっちゃうのってとどこでまたエイトに戻ります。<laughs> 今回この2箇所2次元中継ですからね。エイトとエンゲルスがもうガン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 戦ってんですが。 エンゲルスがフェイスオープンしてビームを発射する時にちょっとエイトゥーさんはそのビームに飲み込まれちゃう位置にいて超ピンチだったんですねでもよく見るとあの光の中でポッドさんが来てエイトゥーを押し出してますとで押し出されたエイトゥーはゴロゴロと水面を跳ねるように転がりバーサーカーモードが解除され全身から煙が上がるまあ要はピンチですエイトゥーさん大ピンチの時にポッドが報告新たな超大型機械生命体の接近を感知新たが来ちゃったのかなとエイトゥさんちょっと絶望しますが そんな A2 の上をですねその巨大な、まあ、超大型機械生命体で、まあ、大体エンゲルスなんですけど、まあ、2機目のエンゲルスですね2期目のエンゲルスがまさかの飛びます飛び終わった後にあのに、ー、スーパーエンゲルスキックをかますと A2 さんと戦っていた敵性のエンゲルスの方にその新たなエンゲルスが蹴りをかましてぶっ倒すとでそこから聞こえてくる声はパスカルの声だったと「大丈夫ですか ?A2 さん」 えー、来る途中に壊れた機体が放置してあったのでこのように操作系に接続して私ちょっぴり強くなった気がしておりますとパスカルがエンゲルスに乗り込んでたんですねでまあ目の色の光でわ分かりますエンゲルスの目の色が緑に光ると緑に光ってるってことは敵意はないってことですからねなんでポーズを決めた時にちょっとなんかあのマッチョポーズっぽくてかっこいいポーズをしますねこれ僕もエンゲルスのポーズ好きです A2 さんのおかげで子供たちは無事避難できましたとでほっとした A2 さんに対してポッドが報告敵超大型機械生命体の再起動を確認とでまあでも再起動を確認して、まあ、ピンチはピンチなんですけど今回は A と1人じゃございませんパスカル・エンゲルスもいますからねでパスカル・エンゲルスは子供たちを守らなければなりませんだからこんな敵ぶっ殺してありますとまあねあまり敵とかそういうのとかない方がいいっていう風な教えをしていましたが自分が守らなければならないものに対してはパスカルさんは。 なかなか強烈な意思表示をしちゃう人ですね。はい、さあそして逆発球を食らったナイエス君に話は戻りますでナイエスくんがもう空間を落ちていくんですけどその時に今までのかつての会話ですね 2B との会話とかがポン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 聞こえてみたりとか後ろのウィンドウズにもそういった映像が映っていてあれあれと思っていたところでゴーグルを取った 2B がいてナイエスはもう振り向いてそれを見るゥー 2B と言ってしまったパソリと口から出てしまうと。 無語でで 9S を見つめる B のデータですもちろんハッキング空間ですからね周りに複数の記憶が映るウィンドウ 9S2B を見つめてゆっくりと歩き出すこれが思い出だとしても僕はそうですね手を伸ばし 2B に触れようとすると触れようとした瞬間シミのような黒いデジタルノイズが 2B の周りに広がって 2B がノイズに包まれ周りの記憶データにもノイズが広がるもう切ないし腹立ちますねこれやめろやめてくれ次々と消えていくウィンドウ これは僕の大切なな思い出んんだやめろと叫んでおりますただあのこのシーンの,あのいっぱいデジタルノイズで消えていくウィンドウの中にですね、えー、赤い少女がいますあのどれか一つにいるんでぜひ見つけてくださいヒントは左下の方にで消えていく記憶データに声を上げる 9S と黒いブロックノイズの塊が人型になるまあ人型と言っていいのかどうか分かりませんがなんか黒いモヤモヤしたものがありそれに対して 9S はもう怒り狂うわけですね。電動灯を出現させ黒い塊を切る 切られれたノイズががが崩てていき手や足が転がっていくこの手と足の形っていうのはあれあれこれはってもしかしてっていう形をしておりますね。これは僕の宝物宝物だ触るな。立てなくなった暗い塊はその場に仰向けで倒れて馬乗りに乗ってナインス君はザク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 と何度も何度も刀を突き立てます。これは僕の僕の記憶をトゥービーは僕の僕だけの。 最初はその黒いブロックノイズみたいなやつは何,何なのか分かんなかったんですがノイズが取れ刺したいものが 2B タイプの擬態、まあ、データですけど 2B タイプの擬態だったと分かると刺された勢いで飛び散るオイルオイルですからね血ではございませんオイルですからね、えー、2B をメッド刺しにする 9S 同じ動きの連続で一方現実空間では 9S の刀はコアを刺していたその資源回収ユニットのコアを刺していたコアの光がゆっくり消えていくうなだれる 9S 悲痛と虚無感 壊れた笑いが少し入りポッド1号さんが報告パスコード「君の呪い」を入手というところで終わりますで今回まあエンディングがあって C パートはあるんですが C パートはまあ今回言いたかったことはマルチエンディングタスクの終了を確認要は毎週毎週今までのエンディングをちょっと面白おかしく紹介してたんですけどそれがもう今回でおしまいですよと、まあ、ここからもあのそうですスーパーシリアスモードに入りますでちなみにここはの会話のなんだっけ圧縮モードみたいなので会話ギュッとしてるんですけど これあのー、ラバラバラってなってますけど実際に俺しゃべりましたこうラロラロブルルルルってなんだったら本当に喋る必要があったのかどうかわかんないんですけどこれ竹山ちゃんはいつもより尺かけて喋りましたね最初だからこれをぶち込まなきゃいけないのかなと思って V チェックしてる時に入るわけねえだろどうすりゃんだこれと思ってたんですけど早口じゃなくて普通に読んだのをギュッとしてここにぶち込んでありますでも実はちゃんと読んでるというのが今回の第20話でしたね まあ大ききな動きはありました、ね、そのナイン・エース君の心の中の心の奥底で大事なものに本当に触れてはならぬものに機械生命体が触れてきたというところと絆を積み上げて積み上げて消されて積み上げて積み上げて消されて生きてきた A2 さんがそのまた絆を積み上げてきた人たちと共に戦ったりとでもそこの村ってのがボっボぼになったりと心がぐちゃぐちゃにされる回だったんじゃないかなと思う次第でございます。 さあ皆さんはどう思ってるんでしょうね皆さんのメールも行きましょうかポッポッポハトポッドさん <laughs> まあいいでしょうえー、安本さんポッドさんご苦労様ですゲーム未プレイのアニメ勢ですあいいですよチャプター20見ました戦いの連続で気がついたら30分経っていました今年一番早いと感じた30分だったかもしれませんとえー、2B を失ってからの 9S 君んの聞き迫る演技を見ていると花江さんがそもそもすごいのですがゲームの時点で花江さんに 9S 役を選んだ方もすごいなと思いました これはねもうどっかで言ってるかな裏話的なものかもしれないんだけど花江くんがキャスティングされた理由は某作品をを見ててて叫び声を聞いたたかって言っ言ましたね花江く君の声質とかお芝居ももちろんなんだけどもう叫び声に説得力だったりとか情念が乗るような人を探していたってスタッフが言っててそれが花江く君だったっていうふうに言ってましたねでも俺はぴったりだと思いますねうんすごいですよ本当命を削って叫んでますかね花江く君はまあそこのシーンをね是非何度も何度も見て 心をみんな落ち込ませてくださいあのシーンは何回見てもつらい、うん、もう一個いきましょう立上さんチャプター20では最良しりの A2 とポッド042の掛け合いがたくさん聞けて大満足でした A2 と接することでポッドくんも人間みたいな挙動が増えている気がして癒されます042のクソくらいを記録の下りは笑ってしまいましたそしてマルチエンジングタスクの終了に衝撃を受けましたまあ始まりがあれば終わるんですよ <laughs> でもまあねうーんあそこもあそこで大事な、ね、要素だったんだよねアニメにする上えで、まあ、面白でもあるんだけどその面白もできるんだよっていうのが見せられたりとか可愛らしくもできるんだよっていうのが見せられたりとかで僕はあのー、C パートもすごく好きだったんですけど、まあね、この間クソナカ C パートもありましたけどでもまあ終わる理由もどこかで語られると思いますよ。でポンとそうまあこれは監督の狙いもあると思うしゲーム以上に A2 との絆ってのがすごく僕は。 表現されてててるなって思っ思ますもちろん 2B との絆ってのはも,ものすごいありましたけどそれはもう演じてる俺が一番感じてるもんだと思うけどでもこの A2 との絆ってのものど,どん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 増えたゲームよりもなんか大きく作られた気がしますねだから今でもそれはブレてませんよ 2B も採用し人間だったんですけどアニメを見れば見るほど本当に A2 が素敵に見えてきましたで内藤君はアニメを見れば見るほど本当にかわいそうになってきました <laughs> まあ、ちゃんもねえとよくも NS も全部好きなんですけど特にこの A2 っていうのがアニメで僕は本当により素敵に見えましたねなんつうんですか最初の12話までは全然出てこねえからキャスティングすげえ発表されてるのに素はかわいそうだなと思ってたんですけど <laughs> 今回のやっぱね後半戦の方はいっぱい出てきてよかったなと思いますえー、こちら磯丸さんチャプター20のパスカルを見てこの装備をしたフィギュアが欲しくなりました出るかなどうだ の赤くなったバーサーカもーーも欲しいですそれは僕も欲ししいいで僕ねこのチャプターのこのキャラのフィギュアが欲しい選手権とかやれば盛り上がりそうですねいやーパスカルは出ないかな <laughs> どうだろうなうん完全受注生産ですごい高かったら出るかもしれないけど出ないかな <laughs> レートのバーサーカーボも厳しいかな。俺も欲しいけど、高か、高くていい完全受注なら、どこかが出すかもしれないけど。<laughs> うーん、そうよね。あれはだ、フィギュアもね。いろんな、いろんなの出てますけど、そういったね、あの、なんつうだニッチなやつっていうのも、でも欲しいもんですよね。僕も確かに出たら欲しいですよ。うん、でも、難しいかな。ガレージキットとかで、なんか、ワンフェスとかで誰かが作ってくれたらいいですね。<laughs> <laughs> バザカモードはでも配色が難しいな素人から塗って作るの超大変だろうなうん是非是非どこぞのプロの方が作ってくださったら嬉しいなと思いますもし作ってくださった方がいたらですね私のツイッターのリプラにでも送ってください拡散しますはい皆さんたくさんのメール本当にありがとうございましたこれからもお待ちしております ここで今回もお知らせがございます。アニプレックスから7分の1スケールフィギュア 9S が予約受付中です。そしてアニメニーオートバタバージョン1.1へのブルーレイディスクボックス &DVD ボックスボリューム2の発売も決定しております。チャプター13から24の第2クール全話収録はもちろん完全生産限定版特典としてキャラクターデザイン、創作画監督、中井潤書き下ろしのデジジャケットに永島潤書き下ろしの短編小説や書き下ろしドラマ CD など、えー、豪華特典が盛りだくさんとなっています。 いますぜひお手元にとお楽しみください。えー、これあの、ホームページの方、皆さんで、ね、ちょっともう一回あの、お時間あるときご覧になっていただきたいんですけれども、えー、店舗共通特典の2つ目、こちらの方が発表されております。ぜひそちらもチェックしてください。あと、一部店舗の特典も、特典の情報も出ております。まあ、全部じゃないです。だから、まあ、そっちに関しては、まあ、全部揃ってから選んでもいいかなと思いますが、あの共通特典の方が、ね、もう出てますので、そちらの方はぜひ見てください。すごく素敵でしたよ。うん。んやったと思いました、それ見て。 うん、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただければ嬉しいなと思います次回はチャプター21ノーマンズビレッジについいててお話ししていきますノーマンズビレッジ誰もいない村ってことでしょうかねうんあらすじを紹介しましょう公戦の結果機械生命体の村は壊滅生存が確認された機械生命体はレジスタンスキャンプへと避難したしかし新たに当該エリアへと進行する超大型機械生命体反応を検知 レジスタンスキャンプより救援要請を受信レジススタンンキャンプ内にて深刻なウイルス汚染が発生している模様 A2 およびパスカルとともに事態の把握と対応に当たると、まあ、21もまあここでねこう割とがっつりつったあらすじでございますがまあここでこれだけじゃねえんですよこれだけじゃねえからこんだけ書けるんですよね是非チャプター21もご覧になって皆さんうわーっと言ってくださいうわーと言った感想のメールとかをお待ちしております 放送情報もお伝えしておきます東京 MX 栃木テレビ群馬テレビ BS11 は毎週金曜23時30分から読売テレビは毎週月曜26時29分から中京テレビは毎週火曜25時57分から福岡放送は毎週火曜25時59分から札幌テレビは毎週木曜25時59分からアニマークスは毎週土曜22時30分からとなります。 最後に配信情報です DMMTV D アニメストア D アニメストア4プライムビデオにて毎週金曜24時から先行配信中です他各配信プラットフォームでも毎週月曜12時以降順次配信中ですそして今回も温泉プレミアム限定コーナーがございます紹介できなかったメールを読んでいきますので聞ける方はぜひということでございますのでよろしくお願いしますえー一個ぐらいなんかネタバレじゃねえけど言うか 最終話やっと取りました <laughs> <laughs> ぜひ楽しみにしてください私の心はグワングワンしております前話を見たら最終話の意味ってのもより深く理解できるんじゃないかなと思いますんで楽しみに最後まで駆け抜けましょうポッドのポッドキャストそろそろお時間ですお相手はポッドゼレオン人役私安本ひろきでした第11回は9月16日月曜更新予定